皆さんこんにちは。 NTT 東日本想定部の坂上です。今日はエントリーポジションとキャッチ動作に関する動画を撮りました。ぜひご覧ください。まずは正しいポジションの確認です。肩がリラックスしていて首が長く見えますね。腕と肩周りがリラックスできている分、重心が下がってバランスをキープすることが簡単になります。船の進みと一緒に観察してみましょう。腕肩のリラックスとブレードの深さに注目してください。次は悪い例です。先ほどとは違い、肩が上がってしまい首が短く見えますね。ブレード部分も必要以上に深くなっています。先ほどより動作が大きいです。無駄に動いているとも言えます。エントリー動作が大きくなることで一回一回船の動きを止めて漕いでしまっています。なるべく船を減速させずにスピードをつけ出すように漕ぐ意識が大切です。比較しながら見ていきましょう。上の画面の方がリラックスしているということが確認できます。船の動き方に特に注目してください。上の画面の方がブレードが入った瞬間、船が動いているように見えます。次は正面から見て比べてみましょう。コンパクトな動きでよくコントロールできています。悪い例と比べてみましょう。違いは一目瞭然ですね。リラックスができているとこのように手をパーにしてもエントリーすることが可能です。ここまではリラックスしたポジションについてご紹介してきました。これからは入水後の船を加速することに焦点を当てて見ていきたいと思います。10センチローというドリルです。入水してから足を使い、足を使った分もしくはシートが移動した分、トップボールが進行方向へ動いているかを確認してください。10センチ、ハーフ、フルと徐々にスライドを伸ばしていきましょう。ほぼ同時のタイミングですが、まず入水、そして足による鋭い加速、順番を意識してドリルに取り組んでください。皆さんいかがでしたでしょうか。エントリーポジションでは肩をリラックスすることが大事です。そしてキャッチの動作では肩のリラックス、そして足を使った分船が動くという意識が大事です。ロスのないローイングというのが、レースにおいて大事になってきますので、皆さん今のイメージを持ってチャレンジしてみましょう。